お世話になります、ひとりでございます。ポケモン GO は配信からすでに5年も経っているゲームですが、今でもなおたくさんのイベントを炎上しながらも開催しています。そのためポケモン GO では色違いのポケモンがイベントごとに大量にゲットできるわけです。ただ大量ゲットできるがゆえに世間では色違いの価値が落ちたと言われてたりしますが、実際はどうなのでしょうか。剣盾をやってる人でも意外とポケモン GO をやってない人は多いと思うので、ポケモン GO さんの色違いで野良交換をしたらレアなポケモンと交換できるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はポケモン GO さんの色違い15体で野良交換したらレアなポケモンがゲットできるのか検証していきたいと思います。はい、ということでいつもの場所でやっていきたいと思います。でね、まず以前ね、私の視聴者の方が善意でね交換してくれた奇跡の回みたいのがあったので、今回もねちゃんとトレーナー名がね一人じゃない、やつでやっていきたいと思います。このP の女性のキャラクターなので、これまず一人だとは思わないでしょうね。何の関連性もないですから。まあ、ただそのポケモンホームとかの使用上、今回使うポケモンはですね、まあ、こんな感じとなってるんですが、こいつらの親名がですねどうしても変えることができなくて親名一人となっております。まあ、ですが実際トレーナー名と違うので、多分おそらく多くの人は私だとは思わないと思うんですね。っていうか私そんな有名じゃないんで、そもそもそういう風に思う人自体少ないんですが、まあ、とにかくこれだったらね大丈夫でしょう。であと交換時にね、改造かどうか相手のその名前や親名、持ち物などはちゃんと確認してからね交換してますんで、まあ、そこカットしてますけど、まあ、そのあたりはご理解お願いします。まあ、もちろんそれでね改造ゼロになるわけではないんですけどね。で今回はね伝説色違いとかもね中心に、持っていない色違い系のやつね、あとはザルドとかね狙っていくっていう感じですね。まあ、かなり厳しいですけど頑張って狙っていきます。で今回ね使うポケモンは先ほどもちょっと見ましたけど、全部ポケモン GO さんでございまして、定期的に行われるイベントとかで手に入るやつなんで、そんなにやっぱりね、ポケモン GO やってる人だったらまあ珍しくないですね。全然普通に簡単に手に入っちゃうような色違いなので珍しくはないんですが、ですがまあこれがね剣盾では価値があるかっていう現象なので、まあやっていこうってことですよ。はい、こんな感じですね。これで一周かな。一回のイベントで20匹とか平気で手に入るんで腐るほど持ってる人はいると思うんでね、まあ、私もその一人で、なんでこの子たちをねちょっと放出したいと思います今回。まあでもレイドさんとかよりは確実に価値あると思うんで、さすがにねいけると思うんですけどね、剣盾なら。ちゃんと見つかりましたね。はい、まあここで、交換する、出していきますよ。ロゼリア色違い、こいつはなんだ、普通、あ色違いじゃん。あーでもダメだ、やっぱドットビップとかついてるやつなんだね。ダメだね、さすがに。なのに相手に拒否られた。ダメか。あーダメだ。ケルディをくれ。いやー厳しいかな、この時期。無理だね。普通の悪い。ゼラオラは無理だって。ジラーチ？あーダメだ。めっちゃかっこいい。さすがにロゼリアで。無理だよな。無理だな。ダメかな。きついね。ダメか。無理だよ。速攻断られたわ。もしかしてロゼリア、色違いのロゼリアと思われてないんじゃない？おー、あーダメだ。ダメだ、もう。交換する。来い。また拒否られた。おー、これはいいよ。ゲッチャレじゃん、ゲッチャレのやつじゃん。いや、これ欲しいよ。来い、来い、来い。ワンチャン来い。あー、無理か。来そうな感じだったけど、今。来い。ワンチャン来い。来てくれ。頼む。頼む。無理？長いなぁ。そんな長考する感じか？どうせ拒否るんでしょ、だって。なんでそんな長考すんの？なんで交換してくれた、マジか。切るなよ、切るなよ、切るなよ。こっからのエラーのパターンもあったからね、今まで。はほっしゃ、 EV でちゃんと手に入れたぞ。しっかり正規個体だと思いますよ、これ。いやー、これはいいんじゃない。まああれは実際何個も何個もそのポイント使えば何体も手に入るような個体ですけど、だから価値的にはそんなめっちゃ高いってわけじゃないけど、これは、まあ、普通の伝説よりとかははるかにいいポケモンだからね。よっと、ロッキーロッキー。 EV でよかったのかよ。お、ウパー、あ、ちゃんとあっていう名前だ。これいいよ。交換来い。来るよ。おい、来たー。よっしゃよっしゃよっしゃ。ペース上がってきたね。かわいいね、このウパー。これはまあそんなめちゃめちゃいいってわけじゃないけど、まあ、渋いフリースローでの1点みたいな感じの色違いポケモン。ウパーゲットさせていただきました。うん、メルタンはいいな。ソルガレオもいいけど、普通の伝説はちょっと拒否ります。さすがに幻でもないんでね。ふう、無理か。ゼラオラくれ。ドットコム、わあ、ドット TV とかないパターンのやつだねこれ。ん、マホイップ、マホイップなんか色違いって思っちゃったね今でも違う、これちょっとずるいよね、騙しだよね。持ってんかい。一人っていう一人っていう名前の
ポケモン出してきた。この方は私が一人って気づいちゃったかな。お、ルギアだ。色ドラパル無理。お、ゼラオラ。さすがにいいかな。グラードンいいな。わあ、ああ、もう、お、マギアナいいな。マギアナ、ダメなマギアナだ。ブーバーか。ばあ、色違い見うつきた。ああ、カモネギか。おお、来い。ちょうだいちょうだい。ソルスちょうだい。ちょうだい。頼む。くれ。欲しい。無理か。ドットしようなんてもうやだ。わあ。おーい。うわあ。ダメなやつ。来た。目に焼き付けとこう。サンダー。ダメだよね。これ言っちゃダメなやつだよね。ドットコムで言いましたね。キャー。ふう。世のワール。ため息しか出ねえ。おい、かっけ。ラティアスか。タケミッチだって。ポケゴーさん出してくるやつ。同じような人じゃん。普通のサンダー。ダメだな。ばあ。お、フワライドいいんじゃん。この色。かっこいいよ。来い。来るんじゃん。やったー、やっと来たー。結構長かったー、ここの間つらかったよかった。これは結構面白い色違いだね。ありがてえ。ほんと嬉しい。気持ちが晴れた。おお、ああ、多いな。また厳しい時代に入ったね。メソメソしてよ。あー、ドットコム。ああ、おお、ギルガルド。ギルガルドくれ、頼む。やったー、嬉しいギルガルドは嬉しい。かっこいいし、めっちゃブーバー、え?は?なんでアロマーク出てきたじゃん。ズルでしょ。 V 付けはね、持ってるからね。悔しい。ダシアンか。怪しいんだよな。ダメか。あ、つうか、ここ自転車乗れんだ。自転車でここ入れないけど、自転車乗ることできるんですね。初めて知った。ただどこにも行けないけど、こっからじゃ。え、ここでできんのかな。ここでもできんのかな。あ、今は自転車乗ることができない。ここではできないけど、ここではできるんだ。自転車乗れるんだ。へえ、これ豆知識だな。この通路では乗れないんだよね。うわー、初めて知った。これ地味にここ何回も来てんのに。遠いね。バー。うわー、いいじゃん、初めて行った。来い、来て、頼む。来い、はいはいはい、頼む。来てくれ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。あー、交換する。来い、来て。オッケー、ありがとうありがとう。今回来いよ、来いよ来いよ来いよ、ちゃんと。オッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ。いいねいいねいいね。ブーバーだったらダメだったから、深丸にしたら交換してくれましたね。あ、だからやっぱポケモンによっても全然その需要が全然違うんすね。やっぱまあ当然っちゃ当然なんだけど。オッケーオッケー。アマルルガーめちゃめちゃ良くないか。かっこいいし、普通に見た目。ドットクラブ、あーダメだ、ドットコムだ。あー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 あアルセウス持ってねえよ。ダメだ。ミミッキュー、メルタン多いな。あーあー、ゼクロン、わあ色違いなのこいつ。いやダメだ。お、いいんじゃない。オッケーオッケー。カバルドンいいぞ。これ欲しい。くれ。ありがとう、カバルドン。これはいいぞ。なんかこいつオスとメスで確か全然見た目違うからさ、色違いが分かんないんだよね一見。でもちゃんと色違いでしたから。オッケーオッケー、手に入れました。ありがとう。じゃじゃーんじゃーん、じゃじゃーんじゃーん。ちょうど今ロッキー見てたらローブシン出てきたちょうどテーマ曲流れてるとこで。やだよ。あ、すごい。くれるか。来い、来るんじゃん、ワンちゃん。あ、無理か。うわ、豪さんでドットコムついてたね今。うわ、すげえ、こんな色なんだ。イノムの色違いめちゃめちゃいいじゃん。あ、ミュウツーだ。ん、展開ロゼリアか。けど怪しい。ランタン、ドラパか。おお、ダクマもいらん。あ、こいつあれか、色違いか。色違い見えねえな全然。忍者トムって言うんだ交換する。来い、来たよっしゃよっしゃ、忍者トムゲットしたぞ。マジか、こいつ色違いなんだ。見えないんだけど、どこが違う色。全然普通一緒なんだけど。私からしたらこいつの色違い自体今まで出てたのかもしんないけど、気づいてなかっただけかもしんねえ。サンキュー。まさかのこの色違いが来るとは思いませんでした。あと1匹ぐらいくれんじゃね。お、いいねいいねいいね。こいついいぞ。欲しい欲しい。来い来い来い。オッケー、いいよいいよこいつはいい、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいじゃんこいつは多分ね、あのリピボでしたからレイドさんなんじゃないかなとは思うんですが、それでも親目がちゃんとしてたんで、まあまあ悪くはないと思いますよきっと。こいつはいいよ本当に。洒落てる、めちゃめちゃ洒落てる。普通色はちょっとやだ。ザシアンね。うわー、マーシャド欲しい。お、セルビーだ。お、ソルガレオいいね。ペイペイってか違う字でペイペイだね。お、デリバードいいじゃん。デリバード欲しいよ普通に。来い、デリバードくれ。はい、オッケー、デリバード。サンタさんのプレゼントでも赤じゃないからサンタじゃないか。ロゼリアもう腐るほどいるからね、ほんと。いやー、明らかに色違いってわかる。色違いって交換できてよかったわ。ありがとう、デリバード。あ、ゼルネオス。うわー、また来たやばいぞ。サンダーに続きこいつ来たね。やばいっしょ、まだ解禁されてないのよ、こいつも。おい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 、ダメだよ。こっち、ややコマ出してるんだよ。
こっちややこま出してそいつ来るとか超進化系じゃん。こいつ欲しいやついるのか。わあインテロン相当珍しい。ドットコム付きじゃないやつは。あーなんか最近カップヘッドってやつも多いね。親若干怪しいやつ。露骨に怪しいってほど怪しくはないけど無理だな。ドットコムだね。わあ来い来い来い、ちょうだいちょうだい、くれそうな予感する。拒否られてない今のところ。来い。無理か、さすがに無理か。ペコか。おおすげえ、いい、めっちゃいい色だね。美味しいゼリーだ。やらねえな。無理無理。炎帝か。炎帝にため息が出るってもう末期だよ。いやー、いやー、月空剤。無理か。フーラウスか。ダメだよ、その表記。ドラパくれくれ頼む、ドラパ欲しい、めっちゃ欲しい。来い。こいつくれたらマジでいいな。頼む。まあ無理なんだろう。ああ、無理か。ああ、ダメ？ああ。お！これはいいぞ。欲しいね。欲しい！めっちゃ欲しい。オッケー！サンキュー！いいよ。こいつの色違い初めて見たかもしんねえ。出してくる人自体いなかったからね。めちゃくちゃ滞ってたからね。交換。うわ、嬉しい。まあ普通にね、こいつは結構マイナーポケモンの色違い。これ嬉しい。思ってんだよな。うわ、リアルが。ダメだ。三月さんで麻痺してるし。どんな個体出そうとしてんの？失礼だぞ。麻痺直し使っとけ。かっこいいけど、ダメ。無理だよね。無理か。ダメだね。無理だな。エジェリキ。うわ、いいね。ザルトくれ。無理か。いらん。わあ、こいつはいいぞ。いやー、こいつ一回ギルガルドで取り損ねたからね。一回くれそうだったんだけど。無理かー。出てんね、くれ。ちょうだいちょうだいちょうだい。出てんね。せめて出てんね、欲しい。くれー。交換してくれた！ありがとう！ありがとう！めっちゃ嬉しい。ちょっと、ワンリキーの需要はあまりにもないな。チルッと交換してくれましたね。また滞ってましたから、交換が。ありがてえ。よっしゃよっしゃよっしゃ。コウキさんありがとう。デデンネめっちゃ可愛いから可愛がるよ。持ってんだよね。ちょっと怪しい。ごめん持ってる。ジガルでくれ。うわあ。いやルギアくれませんか。無理だ。いやワンリキ君がなかなか処理できないね。ソルガリアもごめん。わあ。いやこいつ闇ラミ。闇ラミ今見たら親荒垣ゆい。中国語の名前で。いかついな。そりゃ荒垣ゆい個体とか出てくるんだろうね多分。ドットコムやめよ。ザシアンくれ。無理。ダメだ。ドットミー。ドラパいいな。ナッシーはいいよ、普通に。お、いいじゃん、ナッシーいいよ。ナッシーくれ！頼む！無理か。ナッシー欲しい。これは正規ナッシー。オッケー！サンキューサンキュー。チルッと何？欲しい人いんの？さっきも交換してくれた人いたけど。ありがてえな。オッケーオッケー。ありがとう。チルット確かに、チルットの本体、ナッシーのたまたまの部分の一個に相当するような感じだからね。だから交換してくれたのかな？コイルか、ゴーさんか。コイルでも欲しいね。無理か。ダメ？ワンちゃん来てくれ。頼む？コイル欲しいよ。オッケー！ありがとう、ありがとう！この人すごいわ、UMR さん。交換待たしてくれました。しかもこいつ豪さんだから結構信頼性ありますね。おしよし。ありがとう、コイル。ちゃんとモンスターボールだからね。やっぱりちゃんと豪さんの正規っぽい個体ですね。ありがとう、ありがとう。ワンリキさばけねえな。わー。わー、ヘラクロス。わー、ドットコムだ。厳しいな。厳しいな。いやー、リラーチください。無理、持ってない。ドットネット、ま、アシャド送れよー。ドットコムはばっか。行く！頼む！来い！来い来い来い！ダメか。毒ってるやつ渡すなよ。毒を与えたいのが、この方は。普通いいんじゃない？真面目な性格だからね、いけそうな気がする。来い！おい！来た！これいいでしょ。真面目な性格で、ちょっとなんか、なんとか GX だったから、ちょっと若干改造っぽいかなと思ったけど、さすがに改造で真面目な性格にはしないでしょ。やっぱね、ワンリキーが処理できねえ。ワンリキーとイブイが処理できないな、なかなか。まあ、とりあえずこいつも持ってなかったから普通に嬉しいね。まあ、いいよいいよ。グッドだよ、グッド。イロフェロチ、無理。マギアナいいな。はぁ、あ。ルギア、ルギア、ルギアがやってきた。ベーコンイベルトル欲しい。ゼラオラくれ。さすがにそれは欲張りすぎだね。ワンリキ誰ももらってくんないよ。すげえ。うわあ、いいじゃん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 。くださいくださいください。やったやった、くださった。韓国でのもちろんね、改造もありえると思うんだけど、多分これ違うと思うんだよ。さすがにせっかちな性格だったし大丈夫なはず。これはいいよ。普通に使わないポケモンだからこそね、色違い、こういうのは持ってない人多いでしょうから欲しいですよね。いらん。はあ、ダメだ。お、ケルディオ。ケルディオももうあれか。普通に一周すれば
一回手に入るんだ。別にもう珍しくもなんともねえか。え、幻の中でもしかして一番簡単に手に入るポケモンじゃね、一番価値が低いポケモン。ワンちゃん普通のやつだ。さすがにイーブイとキュレムで交換できるとは思わないわ。ダメだ、はあ、ダメか。もう、おー、すごい、テレアか、いけんじゃん。くれくれ、これやばい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 、これやばいって。え、ガチでくれんの？え、こいつ命がいるよね。え、くれんの？マジで、まさかマジ、しかも改造じゃないっぽい感じだよこいつ。え、なんでくれんの？EV と交換してくれんの？マジ？モンスターボールってのがちょっとあれだけどね。はい、ということで終了しましたんで結果見ていきましょう。まあ、こんな感じで15体いるんですが、結構ね地味なポケモン多いですけど、ウッパー、フワライド、忍者トム、だからあれですね、抜け人、アマルルガ、カバルドン、クイタラン、それで、デリバード、ヨワシみたいな感じで、レパルダスみたいな、かなりねマイナーな地味ポケみたいな感じが多いですけど、まあボルケニオンまず当たりっすよね。しかもこいつはちゃんと見ましたけど、ゲッチャレ個体ですからね普通に、まあ持ってますけど私、こいつがそんなにね珍しいかっつったら今ではまあそうではないと思うんですけど、まあ普通にありがたいっすよね。でも別にリボンもついてるやつですから正規っぽいし、今の時期にね交換できるのめちゃめちゃいいんじゃないですかこれは。あとなんといってもこのビリジオンですね、これがやばいっしょ。だってありえないよ、だって EV と交換してくれたんだよ。で内容見てみると、まあちょっとスペイン産でね、親ジャビっていう感じで、まあちょっと若干あれなんかなと思うけど、でもここが信頼性あるんですよ。何にも上がってないんですよね。 PP とかも普通の正常でしょこれで。それでテレアの性格ですから、何もその性格の補正みたいなない状態ですから、これかなり信頼性高いと私は勝手に思ってんすけど、いかがですかね。マジヤバくないですかこれ、超大大当たりだと思うんですけど。で、デデンネもうまあ普通にいいよね。で、ナッシー、雪乃を超えるということで、結構ね地味なメンツ多いっすけど、当たりちゃんといるんで、ボルケニオン、ビリジョンがいるので、まあいいんじゃないっすかということで、検証結果、ポケモン GO さんの色違い15体で野良交換したら、めっちゃ粘ればまあレアなポケモンが手に入るかなでした。正直レイドさんもポケモン GO さんもあんま変わんないような感じしますね。結局10時間ぐらいやってるんで、粘っていいのくれる人待つしか方法なさそうですね。いや、ポケモン GO さんの色違いめっちゃ価値あると思ったんだけどな。誤算でしたわ。